ハロータマタマンジャパニーズステーション悪立花慎治悪バブルスデネブスタジオへようこそ、というわけで今回もやってまいりましたエピソード2、我々がインドネシアの最近のニュースやデネムのニュースなどをお伝えしたいと思います。最近のニュース、デネムの活動やイベントなどもお伝えしていきたいと思います。というわけで早速番組の方に入っていきましょう、はい、僕たちのニュースですね。最近何をしているかというところなんですけども、このコロナの中でね、まあ、普段は自粛生活をしていますので、特段大きなライブはなかったんですが、先日ですね、広島の宮島というところがありまして、はい、世界遺産のね、宮島というところで、はい、新しくショッピングモールができたので、そこのオープニングセレモニーイベントに出演させていただきました。はい、久しぶりだったね、お客様がいるところで歌わさせていただきました。久しぶりにこう人がいる前で演奏して、まあ、どう思いましたか？いやー、やっぱこう、ね、今までこう配信がとても多かったので、やっぱこのカメラに向かってこう、ねえって言っても、みたいな感じだったので、それがね、すぐこう歌が終わってもみんながわーってこうやってやっぱり、やってくれるこの拍手のありがたさをとても感じました。そうですね、オーディエンスの本当にリアクションが本当に僕たちを、ね、助けてくれてたんだなということに再確認できた、そんなライブでした。またインスタグラムなんかでもね、そのライブ模様を上げていきたいと思うので、ぜひとも皆様、見ていただきたいなと思います。デネブジャパン、ぜひとも見てみてください。よろしくお願いします。はい、それでは今日のエピソードは最近のインドネシアで話題になっていることを見てみましょうということで、はい、見てみましょう。話題1位ということでいきましょう。インドネシアの TikTok がざわつく。ほう、北ジャカルタのモールの上にある住宅地。何これ住宅地？インドネシアの TikTok、 はい、モール、ショッピングモール。これモール上がってるね。綺麗綺麗。駐車場ですね。駐車場ね。ほんまや、すげえ。これ屋上に家建ってるの？インドネシアスケールでけえよ。すごいな。すごいね。バグス。ショッピングモールって普通に買い物に行くとこじゃないんですか？住んでますけど、ね、そう。まあでも家から出たら、ねね、玄関開けたらショッピングモールってめちゃめちゃいいよね。すごい。日本の CM で昔玄関開けたら2分でご飯っていう。週刊時間。上に屋上に住宅地。住宅地でもなんか一軒家とか、一軒家とかあったよね今。なんてリアクションじゃないんだこれ、すごい。だってこんなとこに住むってよほどのお金持ちの方ですよね、やっぱり。行ってみたい。ここそのまあ分かるか分かんないですけど、その住宅地にはやっぱもちろんインドネシアの方が住んでらっしゃるんですよね。あのタムリン市、あのタムリン市でしょ、バティック、あの私がいつも毎年、あの迷子になるとこね。もうどこにいるのか分かんなくなっちゃって、いつもあの電話かけて、ここに電話かけて、私どこにいるのっていう。僕あそこ出るのに1時間かかりました。すごい迷ったよね。めっちゃ迷子だ、迷路。というわけでここでじゃあその、毎回恒例ですけども、はい、インドネシア語を勉強しようというコーナーで、はい、まあ、このね今やった話題の中でインドネシア語を教えていただこうということなんですけども、はい、じゃあはぁ、住宅地はコンプレックプルマハン。コンプレックプルマハン。もう練習できました。じゃあ、はい、せーの、コンプレックプルマハン。
住宅地。はい、じゃあ話題2位ということで、インドネシアの YouTuber がアメリカのアーティストの日本語のカバーソングいっぱい出てきたよ。へえ、それ面白い。あ、僕たちがやるとしたら、インド、僕デネブがインドネシアのアーティストの曲を英語に訳して歌うって感じ。あ、そういうことか。あ、そういうことか。はい、ああ、かわいい。チャンティーク。うん。はい。はい、Say so。かわいいね。ねえ。うん。なんか、すごい上手じゃない日本語は。うん、あたしがとかって日本人の感覚で言ってる感じ。あ、そうだ、ね、すごい日本語が上手、うん、24時間一緒にいたいわけです ね、 そうね、察しろと、うん、でしょうね。男ってバカだからね。どうしてそうなるか聞こえてないんだと思うね。何がすごいってめちゃめちゃ可愛いよね、うん、で上手上手、うん、え、この子プロなの？いや、でしょうね。アマチュアなの？いや、YouTuber さんですから。あ、もう YouTuber さん、うん、そうか。この子はモテるよ。この子はモテるよ。もう大学とかでも、あーね、いや、大変よ、お母さん大変よ。すごいね。すごい、これもうエドさんこれ夢中でしょ、もう。可愛いですよね。あ、もういっぱい出してた。全然日本のアイドルとか全然可愛いんだけど。確かにね、ちょっと、うん、あの日本語を分かってるからああいう風なリリックの振り方になったんかなって思います。多分わかんない、まあ、僕たちがインドネシア語を歌った時とか自分の曲をインドネシア語でって言われた時に多分そんな風にはまらないと思うんで。そうね、すごく日本語が担当堪能な方なのかなって。レインチさんのこのアートも可愛いしね、うん、で歌詞がやっぱりこうね、英語で言ってることってやっぱ単語の量が多いし、うんうん、その例えばインドネシア語ももちろんのこと、その単語一個一個のセンテンスじゃなくてワードが多いからセンテンスがどうしても長くなってしまいがちだけど、日本語ってどうしても一文字一文字で歌っていくから、あの、なんていうかな、音楽の中に言葉が入りきらないはずなのに、綺麗にほまとったね。そう、あの長い文章をしっかりとその日本語にスパッとシンプルな言葉に訳してつながりを持って、しかもあのラップの部分なんかちゃんとこうリズムに乗ってるし、すごいなってね、なんとかしてなんとかで、みたいな、なんとかみたいな、ね、日本の日本のヒップホップのアーティストのようなちゃんと下りで作られてるなっていう風に感じましたね、うん、すごかった、すごい、素晴らしい。バグースもう、ま、なん今ちょうどその日本で流行ってるアーティストって、ね、動画で見た、ね、レイニッチさんのその歌声って今すごく似ていて、あの日本では今 YOASOBI とか、うん、そのあと何だったっけな、最近流行ってる楽曲の人ってちょっとこうささやくようなこう吐息混じりな歌い方で、しかも歌い方はちょっと可愛い、うんうん、なんか夜彼女と電話して寝る前の吐息混じりの声みたいな感じで歌う感じの声の人多いなと思いますけど、うん、それとすごく似てて、なんかすごくトレンドが日本に寄ってるなって、ね、今流行りの歌い方の声だなと思って、うん、はい、というわけでここでまたインドネシア語の勉強に入っていこうと思うんですけども、はい、ラグイニってよく、うん、なんかいっぱいコメントに書いてあったね。クニャニカンラグダランバハサム、あの中にラグね、はい、それだな。君の言葉で歌いたいという曲です。せーの、ラグ、ラグ、あー、ベトゥー、
あー出た L と R の違い出たよ。あのルルルルってやつ。ラグラグラグ。曲はラグ。疑問に思うのはラグ。おお、あ、よかったよ。難しい。はい、せーの、ラグ。あ、ありがとうございます。ブトゥーブトゥーブトゥー。はい、それでは次の話題は話題3になります。警察がお誕生日おめでとうの歌を歌っている間に泥棒が逮捕された。どういうこと？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユーみたいなことですか？どういうこと？映像があるんですか？映像がある、見たい。面白い、すごいな、何でもありだな。あー、すごいね。あー、ケーブルを取りに来たんだ。かかって動画が出てくるからね。そうね、中の動画ね。確かに。なんか犯人もなんかちょっとそれもなんか悪かったよみたいな。あれやっぱそうだね、銅を取りに行ったんだね。いやポリシーすげえ。にゃにーハッピーバースデー。え、本当に誕生日だったのかな。どう、え、それは違うんじゃない。誕生日じゃないけど誕生日じゃないけど、すごいね、これ。それが通るんだ。あ、すごい、ね、これでも多分警察の作戦名はハッピーバースデー作戦なんだな。やっぱりお誕生日作戦。お誕生日作戦だったのかな。すごいね、すごいな。なんかあの、なんだろう、この人たちってその捕まる方もなんて言うんだろう、こう、もうちょっと笑ってたよね。なんかこの俺は何十年も悪いやってきたけどさみたいな感じのタイプじゃなくて、生活のために多分こう ね取っちゃったのかもしれないんだけど、警察がまあそれも踏まえた上でその逮捕だ、ドン、お前には黙秘権があるみたいな、黙秘権があるとかじゃなくて、そういうね感じじゃなくて、あのアメリカとかね、なんかすごい形相で来るじゃないですか、すごいこんなになってああみたいなんじゃなくて、そのなんていうの、優しく逮捕するっていう。ほら、見たことが、こんなに幸せな国見たことないの。本当に私がさっきやったハッピーバースデートゥーユーだったんだね。しかもミソは誕生日じゃないっていうね。警察もすごいな。なんか逮捕日ただのね、誕生日じゃなくて逮捕日。まあでも警察側も多分疲れてるんだろうね。警察だ、そうそう、この野郎逮捕するぞっつって、うわーってやるよ、うおーって、もうお前の家族何やってんだよなんて言うあるよね、あの熱いやつね、タラタンタラタンみたいなのじゃなくて、ちょっとそろそろ面白い感じでいかないみたいな、ちょっともうこうやって笑いながらさ逮捕してみようよみたいな、そういうノリ、ね、だからドッキリなんだ。だから入る前に今からハッピーバースデーだったらこいつめっちゃおもろいやろみたいな感じでわーって行くんだろうね。まあね、すごいな、ポリシー。ポリシーすげえ。あのインドネシアのポリシー面白いんですね、本当にね。日本のポリシーはそんなことできないですね。あのなんかやったらやばいよね。どうなんだろう。でも日本のポリシーありなんじゃない。だって法律上警察側もそれは違法じゃないから。僕あれですよ、あの、こんなところで言うことじゃないですけど、はい、若かりし時にですね、はい、あのバンドのメンバーとですね、あの、はい、インドネシアではちゃんとそのサイズのバイクなので OK なんですけど、僕らの日本では 50cc、 いわゆる原付きと言われるね、うんうん、スクーターね、スクーターに乗ってるので、うん、バイクね、バイクに乗るので、
それは2人乗りはしたらダメなんです。2人でこうあ、ね、ジリジリンって乗ったらダメなんですけど、 そのバイクにメンバーと乗って、まあ、ちょっと街な、住宅地の全然見えないようなところに夜乗ってて、ちょっと機材もたくさん持ってたから、まあ、ちょっとあの距離だけ行こうぜって言ったら警察の人に見つかって、ちょうどおるよね、それ的におるよね、警察。そこからもうカーチェイスですよ、もう僕はもう逃げに逃げまくって、でコンビニの前まで到着して、あ、もうダメだ、捕まったと思って、すいません、もう点数ないんで許しくださいって一応言ってみたら、ものすごい形相で怒られて、それがその要はそんなことしたら点数引くぞとか捕まえるぞじゃなくて、うん、お前もしも後ろの人が死んだらどうすんだよって、ああね、もしもお前の運転で後ろの人が怪我でもしたら責任取れるのかつってめちゃくちゃ怒られて、ああね、本当にすみませんでした。ね、もうね、そんな、なんかね、バリに行ったら5人乗ってたけどね、スクーターで、ね、びっくりしたよそれはね、まあ、土地土地でいろいろありますけどね、うん、そんな感じで、すごく怒られることが多いですね、なんか、あね、そうだね、うん、そう、はい、というわけで、ここでインドネシア語を勉強しようのまたコーナーですけど、はい、今回日本語で言う泥棒、これはインドネシア語で何て言うんですか、ね、マーリン、かわいいね、英語で言う海、あ、マリン、ね、ね、日本人の名前のマリンちゃんって、マリンちゃんっているいる、ね、そしたら泥棒やん、泥棒ちゃんみたいな、泥棒ちゃんマリンのマリン、あ、めでとう、はい、はい、というわけで今日もたくさんの最後ちょっと衝撃的だったね最後のは衝撃的すぎて、ちょっとそれまでのがちょっと薄れてる感じありますけど、はい、1個目が ね、 住宅のね、モールを登っていくと住宅地、住宅地っていう、あの謎のインドネシアの文化なのでしょうか、ね、高級住宅地がなぜかモールの上にあると、まあ、でも理にかなってますよね、あの、まあね、お金持ちの人だから、ね、出かけるとさ、渋滞がまた大変でしょ、だから上に住んだ方が早いってなるんだもんね、そう、インドネシア渋滞すごいからね、うん、確かに、でお金持ちの人はだって商店街とか、ね、市場とか行かないだろうから、もうモールで全部済ましちゃえるっていうメリットはあるのかな、もうエレベーターで降りたらもうそのままだもんね、うん、便利っちゃ便利だよ ね、 話題に何だったっけ、話題にはあの可愛い子が歌ってるやつ、あ、可愛い子が歌ってるやつね、そう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 、もうね、ぜひお知り合いになりたいと思っております、チャンティック、本当にね、あのすごい、ぜひね、はい、僕らの曲もね、いつかなんかそんな風になれるような感じのコメントね、はい、リアクションがあるといいかなと思いますけどね、そして3つ目が話題のこの全てをかっさらってったこの、ね、かっさらってったハッピーバースデーソング歌ってる途中に逮捕される泥棒、そうマリン、もうあの人多分マリンちゃんって呼んじゃうね、あのね、いや、ちょっと今日はちょっと笑いが尽きない話題ばかりでした ね、 だったね、確かにすごかった、すごかった、もうインドネシアやっぱ大好きだ、大好きだね、1週間経つだけでこんな面白い話題が出てくるんだから、ほんとすごいですね、もう、はい、見てらっしゃるみんなご覧になられてる方もですね、ぜひともあのインドネシアの面白いですよっていう話題とか、はい、あのね、そういったものをね、あのニュースとかね、こういうのをちょっと取り上げてくれってことがありましたら、はい、ぜひコメント欄に、書いていただきたいなと思っております。僕たちのコンテンツが面白いと思ってくれたら、ジャパニーズステーションのチャンネルに LIKE、 コメント、そしてチャンネル登録してね、というわけで次回もまたお楽しみにしておいてください。はい、参拝順番、ありがとう、参拝順番、ミングドゥパー、バイ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